蝶さん、サプリとかプロテイン何飲んでますか？体を維持するために何飲んでますか？今結論から言うと、やめました。筋肉をつけるだけの知識のトレーナー、フィジーカーの人も多くて、コンビニのサラダチキン、人工甘味料、ゼロカロリー、完璧だみたいな。いやいや、死ぬよみたいな。はい、皆さんこんにちは。おっと、ピカピカ天音さんと蝶です。はい、今日はですね、サプリとプロテインについてお話をしていきたいと思います。皆さん、サプリとプロテイン飲んでますか？日本のもの飲んでるやつは痛い痛い痛い。そう、日本のものでもいいものあるんですよ。ありますね。でも、はい、日本の食品表示法って、はい、もうゴミオブゴミ、本当に社長の人から見ないと分からないんですよ。キャリーオーバー制度ってのがあるんですね、うん、例えば添加物だらけの梅干しだけだと、その添加物も全部表示しなきゃいけないのに、おにぎりにすると梅干しと米でいいんですよ。 OK になっちゃうね。恐ろしい制度があるんですよ。そうなんですよ。だから例えば、うん、その某自然派、超自然派ぶってる出汁メーカーがあるんですね、はい、ひらがな4文字のかから始まる、最後はやで終わる。いや、そことか塊なんですね、はいグルタミン酸ナトリウムって言って、はい、MGS です。エキサイト、トキシンって言って、はい、エキサイト、興奮です。トキシンって毒なんですね。興奮毒なんですよ。脳みそやられるんですね。だから、アルツハイマーとか認知症もめちゃめちゃ増えてるんですよ。化学調味料そんぐらい悪いんですね。それでも、化学調味料不使用っていうのになぜ入るかというと、はい、グルタミン酸ナトリウムを酵母から作ると、化学調味料じゃなくなるんですよ。で、細菌から作ると、化学調味料。いやいや。意味わかんないんですよ、この国は。考えて調べてちゃんと勉強しないと絶対にやられちゃいますね。そうですね。これうまいですよ。うまい。もうほんとね、仕掛ける人たち天才だこれ。考えますよね。で、僕もね、フォロワーさんとか、あとはまあ他の方たちもそうなんですけど、蝶さん、サプリとかプロテイン何飲んでますかとか、体を維持するために何飲んでますかとか、今結論から言うと、やめました。やめたんですね。やめました。で、なぜかというと、自然の食事からでも摂取できるなって自分で分かって、体調いいなと思って、で、まあ、大豆とか豆とか、あとは魚、それでもう十分だなと思って、それで切り替えただけなんですよ。だから、サプリとかプロテインがダメだっていうのは僕は思ってないですね、別に。ただ、それじゃなくても、僕はそれで大丈夫だったんでやったので、皆さん、こう、サプリとかプロテインも、知識を得て、天音さんもね、飲むやつは飲んでるし、自分に合うものを選択できれば、そう。全然いいと思うんですね。激しい筋トレって活性酸素出ちゃうんで。そうなんですよ。だから僕もね、それはね、やめたんですよ。めちゃめちゃ追い込むのやめて、あとタンパク質も体を大きくしたい時って、体重かける 2g とか 3g するわけですよ。例えば 90kg だとしたら 3g かけると 270g ですよ。約1日 300g 取るんですよ。肝臓とか腎臓がやられちゃうんですよ。そう、腎臓って糸球体と膨満脳っていう、まあ、ろ過機能があって、毛細血管なんですよ。めちゃくちゃすごい繊細なんですよね。ボディービルダーとかね、大会とか見るんですけど、それもちょっと薬害のね、増強剤とか、ちょっと闇の部分もたくさんあるんですけどね。あれを見た人たちは分かんなくて、筋トレしたら上がれるんだと思うけど、ほとんど薬物にならないと、あそこまでならないんで。結構寝ますよね。そうだね。みんなカサカサですよね。父さんはめっちゃ肌綺麗なんですけど、マッチョの人たち肌ね、カサカサなんですよ。そうそう、多いですね、やっぱり。そうそう、いや、健康面からすると、やっぱおすすめできないですね。激しい筋トレ、激しいマッチョは。まあでも、生き方の方が大事なので、それもちろんこう目指したいみたいな、まあ、人は全然目指していいと思います。はい。ほんで、健康面からはおすすめしないですね。でも本当にね、ああいう体になってね、実際生き方良くなって、自己肯定つながる方も、多いので、全然そういう人は来ちゃっていいと思います。生き方は大事なので。皆さん、よくね、天音さんと僕の動画を見る方たちは、最高の答えを探しているような気がするんですよ。これさえやればとか、スーパーフードだと思ってるんですけど、人間そんなに答え違うし、これさえやれば最高だっていうのは、まあ、あんまないから、一歩ずつ自分で試してみたり、勉強してみて、合うやつを選んでいけばいいんじゃないかと思うんですよ。なんか、誰々さんがこれいいって言ってたから、これ飲むんだとかじゃなくてね。全然筋肉をつけるだけの知識のトレーナーとかフィジーカーの人も多くて、だからそういう人がなんか、人気なんですよね。人柄も良さそうでいいんですけど、健康面についてはマジで情弱で、定期なんか、コンビニのサラダチキン、人工甘味料、ゼロカロリー、完璧だみたいな。いやいや、
死ぬよみたいな死ぬぞっつってその人は本当良かれと思ってやってるし、そういうね、本当笑顔ハッピーでやってるから、いろんな人を幸せにしてる面もあるんですけど、ちょっと知識ないんじゃないかなって思って、人工甘味料なんて一番やばいですからね、ゼロカロリーダイエットとか。もう死にますよ、あれ。流行りのね、インスタグラムとか YouTuber の、はいはいはい、筋肉の話。今みんなコンビニの勧めてますもんね。とか、あと、エナジードリンク、ね、あれ飲んで筋トレしたらかっこいいです。はい、渋そう。渋そう。本当そうですよね。あれも企業の広告で騙されたりとか、うん、まあ、自分がね、アイドルとかヒーローとなる人たちが言ったから、あ、じゃあ僕もと思っちゃうんですけど、そこには罠があったりするから、ちゃんと自分で勉強してね、取捨選択をするっていうのはいつもアマルさんがおっしゃってるますよね。情報って正しい間違いないんですね、うん、でも人ってやっぱ情報の生き物なんですね。これはもう遺伝子と魂に刻まれてるんですね。人って遺伝子と魂には逆らえないんですよ。人間ってずっと小さいコミュニティで生きてきて、何十人単位の常に植物とか木の実を取りながら冬越えのための動物の肉を取ってるっていう生活なんですよ。その時に情報がないと多民族に出くわしちゃって殺されたりとか、地形の情報がないと崖から落ちて死んでしまったりとか、道の情報とかないと帰れなくなったりとか、その死ぬんですよ。本当人って情報で決まるんですね。だから SNS って YouTube、TikTok、インスタ、なんで人が集まるかっていうと情報があるからなんですよ。情報の取り違いで人生を破滅するんですよ。特にこの時代ね、トラップだらけなんで、だからそういうので、そう、僕と張さんはやってるんですよね、やっぱそういうので。僕もね、過度な運動をしてきた人間なんですけど、もう40後半になってって健康の方が優先じゃないかなと思いながら、人体実験じゃないですけどやりながら今に落ち着いてるわけなんで、皆さんもこう自分でね、勉強して危険じゃないものはトライして、僕はいいと思って、で、自分なりのスタイル、まあ、何々さんスタイルっていうのを確立して、そうです ね楽しくこう生活したり、サプリとかプロテインを飲んだりしたらいいと思います。そこね、調査のおっしゃる通りで、スタイルを確立するのはすごく重要ですね。そのためには、何々するより、何々しないを決めていくと、消去法の方がいいんですよ。残ったのが自分のあれなんですね。だから本当、プロテイン選びだったら、とにかく日本の大手のものは避ける。人工甘味料、添加物、最悪なんですよ。みんな健康になりたくてやってんのに、逆効果だろうって。そうですよね。ね。もうね、カタカナ3つの巣から始まる企業が最悪ですよ。植物も遺伝子組み換えじゃないとか言って、絶対遺伝子組み換えなんですね。だからまずはそういう人工甘味料とか添加物だらけのものを避けること、うん、で、日本は食品表示法が本当クソなので、社長見ないといいプロテインか分かんないんですよね。だから本当日本のものは避けてください。アメリカの植物性のものでまず試してって、バイハーブでオーガニックの植物性のもの、ね、ボーンブロスプロテインとかも試したんですよ。なんかボーンブロスっていう動物のなんかいいところだけ抽出したやつ。下痢するんですよね。ああ、なるほど。体嫌がってんだ。そうそうそう。だからアメリカさんとか僕になると断食とかしてるんで、体がセンサーになるわけですよ。やらないとか取らないっていうのをしていくと体が敏感になるから、悪いもの取ったら下痢とかでもうデトックスしちゃうんで、うん、あ、これ俺に合ってないなとか、例えばそのホエイプロテイン僕が大量飲んだ時も、クレームのほとんど多くないんですよ、うん、ないのに出ちゃったりとか、あ、俺に合ってないなって分かるわけですよ、うん、でそれをやめるっていう、うん、だからやめるするためには腸内環境とかがクリアにならないと、毒でなってるとそれが分かんなくなっちゃう。だからそのプロテインとサプリの話ですけど、断食だったりとか1日1食2食だったりとか素食ってのは本当にこれ大事なんですね。自分の体がセンサーだ。ただサプリプロテインをねまとめると、国産の大手のやつはちょっと避けて、ハイハーブとかでオーガニックとか探してみて、あとは自分がこういいなっていうインフルエンサーとか、そのまあ僕らも含めてなんですけど、この人だって言っていきなり信仰みたいな神様みたいにならずに、バランスよく見て情報を見たらちゃんと自分で選んで試してみてください。そうです ね本当に、うん、本当そう思いますね、うん、何食べていいなんてないんですよ。そうそうそう、厳密にはね、メタトロンやったりとか遅延アレルギー検査やったりとか、オリゴスキャンやったりとかで個人オーダーメイドやんなきゃ分かんないんですよ。生姜だってなんか和食で生姜いいみたいになってますけど、生姜に入ってるジンゲロールアレルギー起こす人もいるんですよ、日本人も、ね、そうなんですよ、ね、ないんですよ、食っていいものなんて。そうなんですね。だからまあ1日1から 1.5 食で玄米菜食で、まあまあお優しいだったらまず問題ないだろうっていう感じですね。ね、本当に僕らがね、こういう情報を配信するとあれはどうだこれはどうだっていうの
分かんないものは分かんねえって言いますからね。全員に合ってるものとか完璧な神の食材っていうのは、まあ、まずないと思ってください。あとは、僕らがねやってる今概要欄貼ってるニコニコチャンネルね、ニコニコライブとかニコニコチャンネルでいろんな情報はもっとこう YouTube で言えないこともたくさん喋っていくので、ぜひここで勉強してみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。プロテインばっか飲んでるよ、さっさーっ。アスカキララです。加藤タカです。これね録画じゃなくて、あの、はい、ライブです。ライブ生でやってます今生、はい、皆さん大好き生です。生ですよ。ここでしか話せない話。あれみたいでした。環境大臣のポエマーみたいでしたね今。1たす1は2っていうことは1たす1をしたら2なんですみたいな、あのバカ言うじゃないですか。大々ですよ。だって温暖化の会議が2018年にあって、畜産が、まあ、地球温暖化なんて起きてないんですけど、もう頭の中くり抜いて本当もうパカッとして、もう見てみたい感じですよ本当。頭のお前の頭の中を見てみたいとかよく言いますけど、その単語をね。